ジャストミートの決め台詞で知られる福沢明さん、古舘伊知郎さんに似てるなんて声もあるみたいが、卓球やスカットジャパンでの演技などが話題です。その福沢明さんの身長や大学、すごいと噂の年収や実家、嫁や子供など家族などウィキプロフィールについて調べてみました。福沢明さんのプロフィール、名前、福沢明、愛称、ジャストミート、出身地、東京都新宿区、生年月日、1963年9月14日。年齢、54歳、執筆時、身長、181センチメートル。血液型、O 型、学歴、早稲田大学第一文学部哲学科教育学専修卒業。現職、フリーアナウンサー、所属事務所、ノースプロダクション。福沢明さんは1963年東京都新宿区生まれ。早稲田中学、高校を経て早稲田大学第一文学部に進学し、俳優を志して、演劇集団演の研究生となるも、正団員の選考に落ちて断念します。大学卒業後の1988年4月に日本テレビにアナウンサーとして入社。フジテレビの元アナウンサー、八木亜希子さんは、早稲田大学時代からの友人でした。入社後、ジャストミート、ファイヤー、等の決め台詞で知られる、日本テレビの看板アナウンサーとして人気を博します。福留のりおさんの後を継いで、全国高等学校クイズ選手権、アメリカ横断ウルトラクイズの司会を担当したり、ズームインサタデー、ズームイン。朝、等の司会、また、クイズ世界は商売の司会など、数々の人気番組を担当します。2005年6月30日付で日本テレビを退社し、フリーに。以後も数多くのテレビ番組の司会やゲスト出演、ラジオ番組のパーソナリティなどとして幅広く活躍しています。福沢明さんの身長。福沢明さんは2017年6月18日に放送された誰だって波乱爆笑に出演した時にご自身の身長が181センチであることを明かしています。本当かどうかわかりませんが、本人談によると40歳を過ぎて体力作りのために水泳を始めたところ身長が2センチ伸びて現在の身長181センチになったのだそうです。もしかすると、身長が伸びたというよりは、水に入ることで背骨が重力から解放されて伸ばされたり、姿勢の影響などで本来の背丈に戻ったということなのかもしれません。福沢明さんの大学。福沢明さんの大学は早稲田大学です。中学から早稲田で、いわゆるエスカレーター式で大学まで進学しています。母親が超スパルタだったらしく、小学4年生の頃から中学受験に向けて深夜1時まで勉強していたのだとか。小学6年生の時の成績はオール5、早稲田中学、現在の偏差値は72、にも3位の成績で入学するという超秀才でしたが、入学後は優秀な同級生たちの中に埋もれ、落ちこぼれてしまったのだそうです。中高と男子校のため、6年間のうちに話したことのある女性は母親と保健室の先生くらいだったのだそうです。そのせいか、大学に進学した後は女性と付き合うのに苦労。したらしく、その話ぶりや相槌の打ち方などから、結婚詐欺師みたいと評されてしまうという苦い思い出もあるようです。自定時、福沢明さんの実家と年収がすごい。結婚や妻、子供は？福沢明さんの実家。福沢明さんの実家は東京都新宿区にあり、庭付きの QLDK で、池まである大豪邸なのだそうです。新宿のような一等地に庭付き QLDK だなんて、すごいですよね。兄弟は4年上の兄が一人いるだけですので、さぞかし広々としていたことでしょうね。先祖が福沢康江さんという、明治昭和にかけて全国町村協会三代目会長も務めた地方自治のパイオニアで、長野県駒ヶ根市の市役所に銅像ができるほどの人物だったのだそうです。
ちなみに父親の職業は自動車部品などを作る会社に勤めるサラリーマンだそうですが、実家の庭にある池は父親の手作りなのだとか。母親は専業主婦で、至って一般的なサラリーマン家庭のようですが、家柄のこともあって、都内の一等地の大豪邸に住んでいるということなのですね。福沢明さんの結婚、嫁、子供。福沢明さんは1995年に、3歳年下の全日空の客室乗務員の女性と結婚しています。一般女性ということもあり、名前や写真などは公表されていないようです。奥さんは香川県小豆島出身だそうで、その関係で福沢明さんは讃岐うどんに詳しく、番組でうんちくを傾けることもあるのだとか。子供については、2002年に第一子となる長男、太陽くんが誕生しています。アナウンサーらしく、ら抜き言葉を禁止したりなど、言葉遣いについては厳しく育てているのだそうです。息子さんも将来は父親と同じくアナウンサーになったりするのでしょうかね。福沢明さんの年収は？福沢明さんの年収ですが、推定2億円と言われています。番組1本あたりのギャラが150万円くらいだそうです。現在、番記者、開運、何でも鑑定団に MC としてレギュラー出演なさっているので、それぞれ1年にざっくり50回出演すると計算しても、1億5000万円くらいになります。他にも、レンタの神様などの不定期番組の司会や、スカットジャパン、ゲストなどの他番組への出演、雑誌の連載、ジャストミートピンポンなど、様々な仕事があります。これらを合わせると、確かに2億くらいあっても不思議はありません。もちろん、これらの数値はあくまでも推定値に過ぎず、実際のところは不明です。ただ、誰だって波乱爆笑に出演した時に、フリーに転じた後に収入が増え、高層階へ引っ越したというエピソードが披露されました。福沢明さんによると、引っ越した理由は、ここは飛行機も電車も車も見えるから、子供の教育に良い、からなのだそうですが、その際、司会の羽鳥慎一さんが、年収のゼロが違うからでしょ。という思いを明かしたという一幕がありました。羽鳥慎一さんが見上げるほどですので、相当な稼ぎがあることは間違いなさそうですね。以上、福沢明さんについてでした。